M67 は、カニザにある、三階星団である。双眼鏡では、丸い星雲状の光の上に星が見えてくる。星の配置が見えてくるのは、口径8センチメートルの望遠鏡からである。口径10センチメートルの望遠鏡で、冠のように宝石を散りばめたような眺めになる。口径20センチメートルになると背後にあるほのぼしが、見えてくる。 合計30センチ3 0トルになるとさらに、ほの星が見え素晴らしい眺めになる。どの光景でも楽しめる三階星団である。三階星団の中でも年齢が古く、星団の年齢は太陽と同程度である。また、構成する化学素生も太陽と似ているとされるため、太陽と同じタイプの星の研究に使われている。m に属するは、性質が 太陽に似ているため、M67 は太陽の生まれ故郷で、太陽は誕生後に星団から離れて、現在の位置に落ち着いたという説があったが、星団と太陽の運動から考えて、太陽が M67 で誕生した可能性は低いという研究も発表されている。構成成表にリストされている唯一のメシエ天体である。 ヨハン・ボーデによると1779年までに、ヨハン・ゴットフリード・ケーラーが発見したとされるが、ケーラーの使った機器では、星団として認識できず、カニザ・アルファーに近い楕円形の星雲と記している。1780年、シャルル・メシエは、カニザの南の爪で、星雲状のものを交えた星の群れと記している。1783年、ウィリアム・ハーシェルは、 星に分解。非常に密集した誠に、綺麗な星団で、どんな望遠鏡でも、たやすく見えるとした。ジョン・ハーシェルは、顕著な目標。非常に明るくて大きく星数が多く、10から15等級とした。カミー・ユフラ・マリオンは、トウモロコシの一束と表現している。ありがとうございます。